やりました。レース振り返っていただけますか。そうですね、今回は7月の18日、そのぐらい国連で日本記録を出してから初めての1500メートルの試合となったので、でまた5000メートルのバンドさんであったり300メートル長さんの青木君であったり、こう1500メートルを主人としてない人が結構いたので、強敵で、でもそこら辺に負けたら、あ、初戦1500こんなもんなんだと思われちゃうと思ったので、そこら辺に負けたくないなという気持ちで試合で終わりました。改めて日本記録保持者として気持ちがいかがですか。そうですね、今回ちょっと調子があまり良くなかったので、まあ、負けるかもしれないと思ってたので、その中でもちゃんとこう最高のレースができたらこの順位取れたと思うので、それに関してはまた良かったんじゃないかなと、最低限の調子が良かったと思ってた、それではやっぱこの先その中でこう日本記録を持ってるっていうのなかなかこういい経験だったと思うので、良かったです。来年再来年と世界大会がどんどん続いていきます。これからも目標を教えてください。そうですね、今3分35秒っていういい持ちタイムがあるので、このタイムワークを持って海外レースとかでさらにいい記録更新してオリンピック世界選手権に出られるように頑張っていきたいと思います。これからも楽しみにしております。全体に日本人先頭の川村和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。